道渡るは、新監督戦術に完全合致。リバプール専門サイト、ラッシュ、ザ・ゴップは、スロットのシステムの鍵はダブルピボット、ボランチにある。守備と前線の間で動き回るセントラルミッドフィルダー、ない守備的ミッドフィルダーのコンビだ。現時点ではアレクシス・マカリステルと遠藤だろうと分析した。こういった選手たちの目標は、中盤を通じてプレーを繋ぐことだ。しばしば、サイドのインガーやストライカーを探す。中盤は最もスペースがないため、プレッシャーの中でもやれる選手たちでなければならない。とメディアは、スロットの戦術は、驚くまでに現在のリバプールのスカットにフィットするだろうと続けている。マカリステルと遠藤のミッドフィルダーコンビは、彼のシステムを機能させるのに必要な完璧なピボットになるかもしれない。遠藤はスロットの下でプレーするのか。そしてカリスマ指揮官の後を継ぐオランダ人監督は、日本代表キャプテンをどのように評価するのだろうか。今シーズンを見てもわかるけど、やはり、強豪のリバプールの試合数は、半端なく多い。遠藤選手も年末からチーム、代表にフル回転したけど、やはり最後の方は息切れ感がした。過去の所属チームはこんなに、試合数こなしてなかったもんね。遠藤選手に限らず、今シーズンのリバプールの失速は、前線の疲労の影響がかなりあったと思う。新監督が誰であろうと、遠藤選手がレギュラーであろうと控えであろうと、ボランチの補強は必要でしょう。どちらにしてもベテラン一人に頼るアンカーの補強は必須。それが大金をつぎ込み、獲得した大物なら優先して、使われるのも仕方はない。新戦力がフィットすれば、そのままレギュラー、ダメでも実績のある遠藤が控えている。我々日本人としては複雑だが、チームとしては完璧なシナリオです。夏の時点でいらないと言われれば出ていくしかありませんし、出場機会が得られなければ冬に自ら移籍を志願するかもしれない。しかし、プレミアのビッグクラブで残した素晴らしいインパクトは、高年齢であっても明るい未来をサポートしてくれるでしょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。